ハリアです。ピンクラテティーヴィ始まるよ、イエーイ。はい、今回は5人のおすすめ秋私服紹介です、イエーイ。はい、今回はアリアは1人でオープニングをしているんですけど、5人分のおすすめの秋私服をこれから紹介していくので楽しみに見ててください。それではどうぞ。アリアです。アリアの秋の私服はこんな感じです。はい、全体的にガーリーな感じでまとめてみました。やっぱり秋といえばベレー帽かなと思って、このお気に入りのねベレー帽を合わせてみました。でベレー帽の刺繍がブラウンなので、このねお洋服もブラウンの刺繍でできていて、これを合わせました。これもね手首のところがキュッてしまって、そこからふわってなってるので、ここが可愛いポイントです。そしてそれにこういうちっちゃいバッグを合わせることによってまた上品らしさを足してます。でこのパールとこの白も合わせました。ブランド名はこのワンピースがアクシーズで、これはお店で買いました。そして靴は靴屋さんで買いました。でベレー帽はリアブルというところで買いました。以上です。では次の人へどうぞ。はい、エコな秋コーデは図書館にいるようなメンズライク女子コーデです。こんな感じです。はい、秋は全体的に茶色なイメージがあるので茶色を入れました。で差し色としてゴールドを入れました。でこの靴なんですけど、ちょっとこなれた大人っぽく革っぽいのを使ってみて、全体的に暗くなっちゃうので白のパンツを入れて、ちょっとゆるっとしたラフなメンズっぽいコーデにしてみました。これは GU で、このパンツがユニクロで、この靴が GU です。みんなも参考にしてみてね。テイラです。テイラの今日のコーデはこんな感じです。はい、全体的に大人っぽくまとめてみました。でピンクと白で少しガーリーなんですけど、黒のバッグと黒色の靴でかっこよくしてみました。でこのピンもすごい大人っぽくて、これは最近つけててすごいお気に入りです。でこのトップスが実は前と後ろ両方とも着れて、後ろが2本になって前がボタンになってて、どっちでも着れるのですごいお気に入りのトップスです。ピンは25で買いました。でトップスはヘザーで買いました。これとこれは GU で買いました。で靴下は靴下屋さんかな、で靴がビゴーで買いました。このバッグも多分ビゴーです。バイバーイ。リナです。リナのコーデはこんな感じです。でまずは秋らしくちょっとチェックのセットアップにしてまとめました。で色もちょっと淡めのピンクを使って中も黒で締めて、こう秋冬は私は落ち着いた色でかっこよくクールな感じでまとめたいので、こんな感じの落ち着いたコーデにまとめました。上からこのセットアップが GU で、この中がバラクってところで、で靴がちょっと思い出せないんですけど、なんかネットで確か買ったような気がします。でイヤリングは昔からうちにあるやつなんですけど、足で可愛いなって思ってつけました。なんかゆるい感じのお下げみたいな感じにするのも可愛いと思います。ぜひ参考にしてみてね。バイバーイ。ひめかです。今日のコーデはこんな感じです。これはどこのかわかんないんですけど、100均です。100均で小学生ぐらいの時にめっちゃ前に買いました。そしてトップスが島村です。でバッグがグレイルです。でスカートもグレイル、靴もグレイル、イヤリングもグレイルです。
ポイントは秋ということで、私の秋のイメージなんですけど、ブラウンとかブラックとかベージュとかそういうイメージがあったので、こんな感じの色でまとめました。で、差し色は赤のバッグでもいいかなと思ったんですけど、モノトーンに赤ってなるとありがちかなと思ってヘビ柄の黒にしました。このバッグは一番お気に入りのバッグなんですけど、普段は手持ちだけど今日はちょっとこういう紐をつけてお人形さんっぽくしてみました。で、こういう袖がチュールじゃなくてもいいですけど、ふわってなってると顔がめっちゃちっちゃく見えるんです。だから顔は小さく見せたいので、こういうのを選ぶようにしてます。はい、今日はお人形さんとかガーリーとかそんな気分だったので、こんな感じのコーデにしました。バイバーイ。はい、どうでしたか？みんな、私結構好みだったんですけど、チェックとかベージュブラウンとか秋っていうコーデにしたので、みんなこれから先の秋のコーデに取り入れてみてくれると嬉しいです。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。